はい、どうも、サワシです。サワシのうんちく研究所、サワラボへようこそ。このチャンネルでは、インド在住、教養系 YouTuber の私、サワシが、皆様の人生をちょっとだけ豊かにするような雑学、教養を披露しております。というわけで、本日もよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、冒頭、いきなりショッキングなね、映像を流させていただいたんですけれども、今日はちょっとね、緊急解説ということで、インドで今起こっていることということで、バッタのね、大量発生のニュース、これを扱っていこうかなというふうに思っております。まあ、ショッキングな、ね、映像がツイッターとかインスタグラムとかいろんなところで流れていて、バッタが大量発生しているよということを、ね、ご存知の方は皆さんもいらっしゃるとは思うんですけれども、一方で、ね、その背景とか、どういったことが、ね、今後予想されるのか懸念されるのかということについて、ね、ちゃんと、日本語で出している文献、あるいはニュースソースというものがなかなか少ないというふうに感じておりますので、この YouTube 動画でですね、改めて解説ということでやっていこうかなと思っております。で、今回は具体的に3点ですね。そもそもバッタの大量発生って何というね、インドに限らず広いテーマでまず話をしてみたいと思います。そして丸2番、インドのどこで起こっている話であって、なんで今インドでそれが起こっているのというね、インドにフォーカスした話をしたいと思います。そして3点目、最後ですね、予想される影響、今後どういったことが懸念されるのかという話をしてみたいと思います。というわけでよろしくお願いいたします。ということでね、まず1点目、バッタの大量発生とは何かという話なんですけれども、これはですね、英語で、ローカストアタックとですね、ローカストプレイといった形で、まあ、言われていますね。バッタ攻撃とか、バッタによる、まあ、プレイグ、疫病とか、そんなような意味ですかね。バッタが大量発生することでですね、主に農業で壊滅的な打撃を受けるというのが主な内容です。で、ここからちょっと豆知識なんですけれども、バッタっていうのはですね、同じ種でもですね、孤独層と呼ばれる体と群生層と呼ばれる体、2種類の体の、ね、見た目があります。で、バッタって言えばですね、普段皆さんがイメージするのは緑色の、ね、体のイメージ、殿様バッタみたいなイメージだと思うんですけれども、それはですね、孤独層という、で、要はね、一人一人でね、生きているような、そういう時なんですね。で、群生層といういわゆる群れになってですね、こう活動をより強くする時というのは、色がね、より茶色っぽく黒っぽく、なっていきます。そして羽が長くなって、より移動に適した体になっているというふうに言われていますね。で、また孤独層の時よりもお互いに近づこうとしていくんですね。で、これがより繁殖をやりやすくするということになっております。で、これらの変化は全て集合するということによって引き起こされているというふうに言われています。で、生まれてから緑が黒になるわけではなくてですね、生まれつきこうなっていきます。なので、遺伝ですね、少しずつですね、この孤独層から群生層という形にですね、変わっていくわけですね。で、その変化は一部コラドニンというですね、ホルモンの一種が引き起こしているらしいということは分かっているんですけれども、そのホルモンっていうのがどういった状況の時に出るのかっていうのはですね、まだ実は十分に解明されているわけではないんですね。なので、集合することによって変わっていくんだろうということは分かってるんですけれども、具体的に何がその集合を引き起こしていくのかとかですね、そういったことはまだ分かっていないわけです。で、今回ですね、丸2番の話ということで、インドのどこで起こっているかということを説明していくんですけれども、今回大量発生しているのは、まあ、バッタいくつか種類がある中で、砂漠飛びバッタという種類のバッタです。で、英語ではですね、その名の通りディザートローカスト、ディザートですね、つまり砂漠のローカスト、バッタというふうに、ね、言われています。で、これは非常にね、生息範囲が広くて、北アフリカ全域からインドの主に砂漠地帯に生息をしています。その名の通り砂漠飛びバッタということですね。で、実は今年の2月頃からアフリカでバッタの大量発生っていうのが確認されていました。で、群生層のバッタっていうのは風に乗って移動してくるっていうことが知られています。で、今回は、地球というのはですね、絶えず西から東に流れていく偏西風というのがあります。さらにインド上空ではですね、現在モンスーンという西から東へ流れてくる季節風というのが吹いています。この2種類の風にですね、運ばれてバッタというのが少しずつ西から東へ、アフリカからインドへという形で来ているわけですね。で、まさにこの風っていうのは大航海時代ですね、ヨーロッパからインドへ、商人たちをね、乗せた帆船、を運んだ風だったんですけれども、まさにそれと同じ風に乗ってですね、アフリカ、アラビア半島、パキスタン、インドというですね、旅を続けてきているということになるわけですね。で、
今インドの中でもですね、特にじゃあ西側ですね、ラジャスタン州とかグジャラート州とか、あともう少し中部に入ったマディアプラデシュ州とか、そういったところでですね被害が発生してきています。で、今後の風向き次第ではですね、さらに、インドの東の方ですね、ビハール州とかオリッサ州っていうところまで飛んでいくのではないかというふうに予測をされています。で、なんと彼らのですね移動距離というのは非常に長くてですね、風が強い時というのは1日150キロ近くもですね、飛んでくるというふうに言われていますね。なので非常にこうどの州もですね警戒をしているということになります。で、このインドでの大発生というのは前回は1993年に起こりました。ですので27年ぶり、ほぼ30年ぶりの出来事ということになるわけですね。で、今回はその93年のレベルを超えてくるのではないかというふうに言われています。で、なぜ今回インドでこういった大量発生が起こっているかというとですね、この砂漠飛びバッタの大量発生というのには主に2つ要素が必要であるというふうに言われています。その2つというのはですね、砂地と水分なんですね。まずバッタの産卵に適した砂地が広くあるということ、これはもうインド古来からずっとありますね。インドの特に西側というのは砂漠地帯です。なので砂漠飛びバッタの、この産卵に非常に適した土地が多いということで知られています。そしてもう一つのポイントは水分なんですね。この水分というのがですね、非常にややこしいものでして、同時にね、水分、砂漠に水分があるということがですね、バッタのこの繁殖を非常に良くするわけですね。で、アフリカの大発生、今年のアフリカの大発生というのは昨年の末にですね、東アフリカで例年にない大雨が降ったということが元で、今年の2月頃にですね、バッタが大発生したというふうに言われています。で、その点インドというのは、この6月からですね、多くの地域で雨季を迎えていきます。なので、もともと砂漠気候であるラジャスタン州、グジャラート州などではむしろですね、これから雨が降っていくことによってピークを迎えるのではないかということがですね、懸念されています。で、最後ですね、3点目ということで予想される影響について話していきたいと思うんですけれども、砂漠飛びバッタのすごいところというか嫌なところはですね、1日になんと自分の体重とほぼ同じ重さの食料を食べることで知られています。これまあバッタのレベルで考えると大したことないんですけど、もし人間で例えてみてください。1日60キロもの食料を食べる人間が1人います。で、それが群れになっているわけです。ものすごい話なわけですね。これね、すごく例えてみるとね、面白くて、パリ市街ですね、パリ市街一面にバッタの群れがいた場合、1日でですよ、1日でフランスの人口6700万人のうち半分の人数の分だけの食料、これが1日で食い尽くされるというふうに言われていますね。非常にね、食欲旺盛で群れになってたかってくるとですね、本当にこう人が一瞬で困るような、そういうレベルのですね、食べ物を食い尽くしていくということになるわけです。で、そんなバッタですけれども、インドでは5月にですね、合計20万ヘクタールの広さの作物が食い尽くされたというふうに言われています。20万ヘクタールというのはですね、ほぼ東京都1個分の大きさです。そしてさらにですね、今後被害が広がっていくと60万ヘクタールですね、追加で被害が及ぶということが想定されています。これはですね、東京都と千葉県を合わせたぐらいの領域ですね。これの全てが作物だったと考えて、それがなくなるということですね。これがいかに大きな影響かということがお分かりいただけるのではないかと思います。で、これがじゃあインド経済全体にどれくらい影響するかということはですね、まだ定量的な分析は出ていないわけですけれども、まあ確実にですね、こういった農家の貧困問題ですとか、あるいはその周辺の都市にある、飢餓の問題、ですね、そういったものがより明らかになっていくのではないかと言われています。で、また農業分野への影響は古代から指摘されていますけれども、他に現代ですと航空機への影響というのも指摘されています。離陸時とか着陸時にですね、バッタの大群に出くわすとエンジンとか吸気口に付着してしまって、機械の動きを妨げてしまうということになりますね。なので今年1月はですね、すでにアフリカでエチオピア航空の便がですね、こういった理由で緊急着陸を予備されたというケースもあるんです。なのでインドですね、ようやくこの5月にですね、ロックダウン、一部解除されてですね、国内線の運航が再開されたところです。なので、こういったところでですね、バッタの大量発生というのがこの航空機のダイヤに影響を乱さないかどうかというところもですね、今後注目が必要になってくると思います。
はい、というわけでですね、簡単ではありましたけれども3点ですね、このインドにおけるバッタの大量発生ということについてまとめていきました。恐るべきバッタの大量発生ということでですね、今後も、インドのニュース目が離せないところになってくると思います。はい、というわけで、本日はここまでとさせていただきたいと思います。引き続きサオラボではですね、皆様の人生をちょっとだけ豊かにするような教養や哲学を披露していきたいと思います。皆様の興味に従っていろいろと特集をしていきたいと思いますので、扱ってほしいテーマなどありましたら自由にコメント欄でおっしゃってください。この動画いいなとか参考になったよとか続きが見たいよという方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録などしていただければと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。